はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日はですね、2022年4月1日金曜日22時51分です。今日はエイプリルフールですね。じゃあヤフーのねトップニュース見ていきましょう。まあ特にね嘘をつくこともありませんのでね。首相と二階氏会食、参院選一丸演出、オンラインで停戦交渉が開始、セブンとファミマ値上げを発表、防衛装備庁サイバー対策に新基準、デジタル庁メール送信でまたミス、 V 確率 0% 阪神泥沼の開幕7連敗、異例山下智久がポップ10単独起用し、ボロクソ言われたラビット躍進という見出しになっています。で、今日ですね、僕はプラレール運転士日本一周のやつですね、八戸から函館スーパーハクションやっていきたいと思います。阪神開幕7連敗か、厳しいね。開幕戦ね、確か7点差で勝ってたのになんかひっくり返っちゃったんですよね。マイクを使おう。はい、間もなく出発します。間もなく出発します。はい、じゃあ発車いたします。八戸ですね。70キロ。何キロ前で出るか。おお、140キロが最高なんですね。マイクを使おう。まもなく停車駅です。どこなの？二戸とか。八戸からだからね。次はどこの駅に止まるんでしょう。あ、もうアンブリなんですね。早いね、アンブリついちゃった。まあこんな感じでしょう。 OK、 やったね。はい、ありがとうございます。ねえ、阪神も矢野監督も今年で退任発表しちゃってますけどね。ね、あんまり監督最後の年ね、あのシーズン前に退任発表して、いい優勝したチームとかね、A クラスに入ったチームすらもう少ないんじゃないかなっていう、そういう感じはしますけど。はい。マイクを使おう。まもなく出発します。はい。発車いたします。2009年のロッテもね、もうシーズン始まる前にボビー・バレンタイン監督が退任発表しましたけど、5位でしたからね。あ、EH500、金太郎です。短いコンテナでしたね。大体コンテナって長いんだけどね。はい、トンネル。あ、そっか、トンネルが、そうですね。青函トンネルじゃないけど。ありますもんね。おいね、トンネル。あ、やった、トンネル入りました。はい、ライトつけます。やったね。青函トンネルってありますからね。青函連絡船って青森駅の近くにね、船があるんですけどね、走ってはないんですけど、あの今観光地としてね、船の中見れたりする青函連絡船ね、確か入館料700円だか取られると思ったんですけど、まあ、そういうのも見れますね。お、雪景色ですね。津軽海峡雪景色なんでね。演歌でありましたね。坂本冬美さんだったかな。マイクを使おう。まもなく停車駅です。どこの駅に止まるかは分かんないけど、景色が変わるっていうのはいいですね。
五稜郭駅前ってあるんだ。五稜郭公園前とかってね、電車で五稜上辺ではありましたね。はい、オッケー。で、次が函館か。五稜郭って駅あるんだ。まあ、北海道ってね、なんか4時間電車乗っても北海道を越えないっていうね、それぐらい北海道って広い土地ですから、広い地ですから。マイクを使おう。出発進行。はい。まあ高校野球もね、南と北に北海道分かれてますけど、まああれも移動が大変ってところで北南分けてんでしょうけどね。お、五稜郭です。五稜郭の近く電車走ってたっけ、それが分かんないけど。あ、なんか 夕方になりました。お、何でしょう、ことのすれ違い電車は。あ、 SL ですね。函館大沼号、いいですね。今日2回電車とすれ違いましたね。はい、まもなく終点函館、函館です。多分函館でいいと思うんで。多分函館でいいと思う。ああ、函館ですね。この車両ってね、なんかどっかで見たことあるんだけど、乗ったことはないな、これ。はい、ということでね、終点なのでね、まあここで終わりですかね。さて、はい、ということでね、まあこんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。